極北での熱き戦いを。あなたは負けることはない。私は信じています。北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者であるヒルダのもとに、伝説のゴッドローブをまとった7人のゴッドウォーリアが新たに結集した。ここに彼らの打倒サンクチュアリを目指した熱き戦いの火蓋は切って落とされたのである。サガの野望が打ち砕かれ、平穏がもたらされたのもつかの間。サンクチュアリでタウラスのアルデバランが何者かに襲われ、アテナ・キドサオリのもとに謎の戦士が現れる。彼は自らをゴッドウォーリア、ゼータ星のシドと名乗り、アテナに宣戦布告を告げる。ゴッドウォーリアの主である北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者ヒルダ。彼女はアテナに代わり地上を支配する野望に取り憑かれたのだった。アテナと共にアスガルドに向かった聖夜たちは、氷河の助けたヒルダの妹フレアから恐るべき事実を聞かされた。ヒルダは何者かの力で邪悪な心に囚われているというのだ。彼女の指にはめられたニーベルンゲンリングを外し、その呪縛を解かなければ、今までヒルダの祈りによって守られてきた北極と南極を覆う全ての氷が一気に溶け出し、この地上のほぼ全域が水没してしまうというのである。アテナは自らのコスモを持ってそれを防ごうとするが、食い止めることができるのは日没までの半日足らずでしかなかった。一刻も早くヒルダを指輪の呪縛から解き放とうとする聖夜、ヒョウガ、シュンたちの前に、アスガルドの伝説の戦士7人のゴッドウォーリアが立ちはだかる。ここに新たなる熱き戦いの火蓋が切って落とされたのだった。日が沈むまでにヒルダを捕らえなければ、アテナ・サオリのコスモが尽き、地上は海に沈んでしまう。ヒルダのいるワルハラ宮へ向かうセイヤとヒョウガ、シュンだったが、彼らの前にゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。お前はガンマ星フェクダのトール、ミョルニルハンマーによってお前たち3人の首ことごとく跳ね飛ばしてくれよ。ワルハラ宮までまだまだ道のりは遠いというのに、こんなところで手こずっていた。よし、このまま俺に任せて、お前たちは先へ進んでくれ。ミョルニルハンマー、ペガサス流星剣、やったぞ。2本のハンマーを流星剣で跳ね返した。ゴー、シュン、ヒョウガ、トールは俺たちの作戦を読んでいたんだ。俺の流星剣がミョルニルのハンマーを跳ね返したんじゃない。奴は最初からヒョウガとシュンを狙って投げたんだ。今度はペガサス、お前の番だ。なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。ゴッドウォーリアとは一体。お前たちのように暖かな太陽の下でぬくぬくと暮らしてきた奴らには分かるまい。この北の果て極寒の地アスガルドの人間にとっては、すでにこの地に生まれた時から戦いは始まっているのだ。だがこれからはこのアスガルドがサンクチュアリを叩き潰し、世界に君臨し支配するのだ。
今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイト。我ら七人のゴッドウォーリアはヒルダ様の偉大なお力によってよみがえった。伝説のゴッドウォーリアを見まけたヒルダ様を守り戦うのだ。俺たちアテナを守るためにここにいるんだ。セイントをあまり甘く見るんじゃないぜ。桁違いのパワーだ。今まで戦ってきたどんな相手だが諦めるわけにはいかない。俺がここで諦めてしまった。さあ、アテナだ。だったらどうやって戦えばいいんだ。このトールの強大なパワーに打ち勝つことが俺にできるのか。そうだ、俺たちは12球で懸命に戦いながらいろいろなことを言われて、セイントの誇りを忘れ逃げてはいけない。奴の剣をよく見るんだ。アルデバランのグレートホーンを、アイオリアの高速剣を見切ったこの目で俺のコスモ、コスモがみなぎる。ブラマン救済ちゃん、終わりだ。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。トール、ヒルダは何者かによってニーベルンゲンの指輪をはめられ、その魔力に操られているんだ。だから俺たちは黙れ。もはや問答無用、戦うのみ。そこまでだ。無事だったか、セイヤ。シリュウ、遅れてすまん。老師の元から今駆けつけたんだ。シリュウ、俺のことよりヒョウガたちを頼む。俺がトールを食い止めてる間にヒルダのところへ向かってくれ。そういうわけにはいかんのだ、セイヤ。なぜだ、シリュウ。俺は老師からアスガルドのヒルダとゴッドウォーリアについてお聞きしたのだ。さすが老師はすでにアスガルドの異変に気づいておられた。そしてヒルダを邪悪へと導いた者はニーベルンゲンの指輪であろうということ。しかしニーベルンゲンリングの持つ魔力を断ち切ることができるのは伝説のバルムングの剣を使うほかないという。そしてバルムングの剣を手に入れるためには7人のゴッドウォーリアたち全てを打ち倒し、そのゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアを集めねばならんというのだ。ということだ、シリュウ。うむ、ヒルダの指輪を外すだけではダメなんだ。7人のゴッドウォーリアをことごとく俺たちの手で打ち倒さなければ。バカな、そんなことができると思っているのか。シリュウ、お前の話を聞いて生き返ったぜ。トールは必ずこの俺が倒してみせる。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイト。セイヤ、ヒルダの野望を砕くのはあなたしかいないのです。セイヤ、森さん。セイヤ、昔のヒルダ様の体は何よりも温かだった。一見のカリードの俺にも居合の言葉をかけてくださった。しかし今はやはりペガサスの言っていたことは正しかったのだ。この気高く美しいヒューダ様はまるで変わらなくなったのだ。いや、何を待っている。ヒューダ様は我らゴッドウォーリアーにとって唯一絶対の方。俺はゴッドウォーリアー、ハローマークのペガダのトールなんだ。余計なことを考えるな。俺が今すべきなのはヒューダ様のためにこいつを倒すこと。コスモを燃やすんだ。究極のコスモを最高点にまで高めてみせる。そ
その温かなコスモに守られて生きていることがこれほど羨ましく見える。英雄ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。俺のコスモはこんなものじゃない。ならヒルダ様をあの時のような気高く温かなコスモに包まれたヒルダ様に戻してくれるかもしれない。バカな、俺の流星剣は確かに奴の体を貫いたはずなのに、まだ立っていられるなんて。ならばもう一度。待て聖夜、奴はすでに生き絶えている。トール、お前。トールの目から涙が。聖夜、これが老子の言われていたゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアだ。つまりこれを7つ、いやあと6つ集めればニーベルンゲンリングの魔力を断ち切るバルムングの剣を手にすることができるのだな。このまま4人で向かっては時間の無駄になるだけだ。よし、手分けしていこう。奴らの目的はアテナだけではなく俺たちを倒すことにもある。必ず俺たちの行く手に現れるに違いない。よし、みんな絶対に死ぬなよ。ゴッドウォーリアを倒し必ずワルハラ宮で会おう。よし、行こう。ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、聖夜たちは7つのオーディーン・サファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリュウだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。奴もゴッドウォーリアーなら守護石であるオーディン・サファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼、イプシロン星アリオタのフェンリル。ドラゴンのセイントシリュウだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るなフェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨みたっぷり晴らしてやるぞ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト、ノーザングローテン。隙が待つから。お前はやるようだな。だが俺はゴッドウォーリアアリオでのフェンリルだ。お前を乾いちまい残してこの表現にさらしてくれる。皆さん、ウルックルエルティート、ウルックルエルティクロー、逃がさん。はっきゃっはっきゃっはっはっはっ、ウルックルエルティクロー。うわ、これ好きなのか。フェンリルの顔まるで見えなかった。どうだ、ウルックルエルティクローの威力は。次はその喉笛をかき切ってやるぞ。この一撃で決める。この周囲を静かに取り巻く気配。
狼か。また俺を襲わせるつもりか。この一撃で決める。お前ごとき俺一人でこと足りる。ノザ、ギングは俺を鍛えるのを待っているのだ。ノザ、昇竜か。そう、捕らえられるものチャンスがあるから。一緒、ギングはこの一撃で決める。もうすぐ決着をつける。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。こんなことでは竜の名折れだ。フェンリル、差し違えてでもお前のオーディーン・サファイアを手に入れてやるぞ。俺の守護石であるオーディーン・サファイアを。そうだ、お前たちの持つオーディーン・サファイアを揃えぬ限り、邪悪と化したヒルダを元に戻すことはできないのだ。ヒルダ様が邪悪と化しただと？何をよまいごと。わからないのか。ヒルダを元に戻さぬ限り、この地上に迫った危機を救えないのだ。フェンリル、俺を信じてくれ。俺は人間など信じない。俺が信じられるのは狼だけだ。フェンリル、人が人を信じずしてどこに幸せがある。一体何があったのだ。あれは6歳の頃、俺は両親たちと遠乗りしてある森まで出かけた時に熊に襲われたのだ。同行していた両親の友人たちは俺たちを見捨てて一目散に逃げ出し、両親は俺をかばい殺されてしまった。それを境に名門と謳われた我がフェンリル家の栄華は音を立てて崩れ去っていった。それまで媚びへつらっていた人間たちは皆後ろ足で砂をかけるように離れていったからな。だが俺にはフェンリル家の狼の紋章にふさわしい守護者たちがいた。それが狼たちというわけか。人間から恐れられ忌み嫌われている狼が、ギングが人間から見捨てられたこの俺を助けてくれたのだ。お前もみなしごだったのか。だが俺はどんなことがあっても人間を、仲間を信じるぞ。お前はヒルダも信じられないのか。バカめ、ヒルダ様は神だ。ギングたちでさえ一瞬のうちに従えさせた我が神だ。さあおしゃべりは終わりだ。死ねえ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。お前のオーディン・サファイアを手に入れるまで、たとえこの身が引き裂かれようと引くわけにはいかないのだ。それもお前が信じる人間のためなのか。この地上に人類に迫った危機を一撃で決める。よし、薄汚れた人間など王の方が地上のためなのだ。アテナと共にアスガルドの地に溶かすがいい。哀れなり、何、アスガルドのゴッドウォーリアとはそれほど嬉しいものなのか。両親を失ったことでそこまで心が歪んでしまった。ノザン、そういう、お前たちに俺の気持ちを分かってたのか。そうはいかん、よく分かる。何を言うの、力出任せよ。分かる、俺たちブロンズ戦士全員みなしごなのだ。フェンリル、俺たちもお前と同じみなしごだ。この一撃で決める。泣き言一つ言わず、その運命に臆することなく立ち向かっているんだ。俺たちが一人じゃないからだ。苦しみ、喜びを共に分かち合える仲間が、友がいるからだ。俺は、お前にだけは負けるわけにはいかない。世を捨て、恨み事をいつまでも引きずっている。お前な、
この最強の剣と盾の前に敵はない。まだだ、まだ高みを目指せる。味わうんだぞ。